はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。最近問い合わせが多いのが、新型コロナの、巣ごもり需要でですね、本物のピアノ置きたいな、でもあんまり黒いでっかいのも嫌やなって、ちっちゃいちっちゃい木目の可愛いピアノが欲しいなっていう問い合わせがすごく多いんです。多いけどもないんです。在庫がないんです。あったらすぐ売れちゃう。今回入ってきたのは輸入ピアノではあるんですが、海外生産ですが、ワインバーグというものが入ってきました。めっちゃ可愛いです。木目のめっちゃ可愛いピアノなんで、こういうのを狙ってた方は一刻も早く連絡をいただいた方がいいと思います。多分すぐ決まっちゃいます。はい、こちらです。見てください。綺麗でしょ、ワインバーグね。モールというね、こういうの貼り付けてありますね。こういうデザインが入っているのが、特徴ですね。で、外装は明るい木目、ワインバーグって書いてありますね。こんな状態です。傷とかポツポツとあるんですが、この辺は現状に、ひび割れじゃないのでね、現状になるかと思うんですが、きれいにできる範囲できれいにしていきたいと思いますかね。ある程度はちょっと残るかなって、完璧に全部剥いて塗り直せばいけるんですが、そこまでやるとね、逆に高くなっちゃうので、中古ピアノを買う方って、少ない予算でデジタルじゃなくて本物のピアノ欲しい方が多いので直せますが、このままの方がお安く提供できていいかなと思ったりもします。そこはご相談したいと思いますのでね。ちょっと案外融通が効くピアノ .com ですから、技術者のプライドで全部やるとか、高くなってでもこれはって、そういうことを思ってないのでね、ご相談した上で決めていきたいと思いますね。お客さん主体で考えてますのでね。はい、こういう状態です。WE118WN ということは背の高さが118センチということね。ちっちゃいピアノですね。製造番号こちらにあります。ワインバーグですね。輸入ではあるんですが、ほとんど日本の技術を使ってますね。一時期ですね、日本の技術者が海外で指導してたことがあったらしいので、おそらくその技術をそのまま使って作ってるような感じはしますね。こんな感じですね。あ、ちっちゃいのに支柱めっちゃある。これぐらいの大きさのピアノって全然支柱がなかったりするんですけども、結構これしっかりしてますね。作りがいいですね。5本ありません、5本。こういう状態です。綺麗ですね、やっぱりね。色がね、やっぱり黒いピアノもいいですが、木目のピアノというのは美しいです。では音を聞いてもらいたいと思います。小型なのでちょっと明るめの音かとは思うんですけども、ちょっと聞いてもらいたいと思います。どんな音がするのかな。明るいですね。すごい明るい音。いい感じ。普段の練習では全く問題なくね、弾けます。練習できますのでね。
製造年がいつ頃かちょっとね不明なんですが、そんなめちゃくちゃ古そうでもなさそうですね。ちょっと輸入なので製造年がはっきり分かりませんが、そんな古すぎる感じではなさそうですね。まあ一回京都まで見に来てもらっても結構ですし、いろいろともっと細かい動画ちょうだいとか言ってもらったらね、撮影しますからおっしゃってください。ワインバーグピアノのご紹介でした。それではさよなら。